まあ本当去年に引き続きのキャプテンということで、まあ、1年目とはまた違う姿を見せれたらいいかなと思います。まあ、本当にベレーザは、勝って当たり前ですし、まあ、チャレンジしていく姿っていうのはすごく、まあ、ベレーザの象徴的な面でもあるので、まあ、その自分が誰よりも強い心を持ってやっていこうっていうふうには、まあ、いつも思ってます。まあ、やっぱりサッカーしてる姿で、まあ、プレーで一番見せることが大事なのかなと思ってて、まあ、自分のプレースタイル的にも、オーバーラップしたりたくさん走ったりするので、まあ、そういう姿をと、まあ、チームメイトに見せながら、まあ、ちょっとでも自分も頑張ろうって思えてもらえるようなキャプテンになりたいなとは思います。まあ、もともといろんな人と喋るので、まあ、そこまで何かを意識してるわけではないですけど、いろんな人と、まあ、サッカーの話をしたり、まあ、それ以外の話も、まあ、なるべく多くしようとはしてます。まあ、本当 WE リーグ初年度っていうことでベレーザ優勝を目指して、頑張っているので、まあ、その、優勝できるようにチームが勝てるように自分ができることを精一杯やりたいなと思います。